時刻は5時半を回りました。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までお付き合いください。この番組はみんなとつながる、広がるをテーマに青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、9月の17日のつながるラジオをお届けしてまいります。いやー、もう9月17ですって、早くないですか？あっという間ですね。もう折り返しましたからね、9月も。そうすると、もう10月って聞くと、もうなんか年末がちょっと見えてきますよね。次、あともう2回放送したら10月に入るんだと思うと、なんかすごくゾッとするというか。ねえ、なんかこう、夏がね、長かったので、秋が今年は短いんじゃないか、みたいな話もね、出てますけど。一体どんなことになるんでしょうか。でも確実にね、秋の深まりは、青森県感じております。30度をね、日中超えるような日々がもう連日続いてたんですけど、ようやく、30度上がる日っていうのがですね、まあ、なくなってきて、で、まあ、20高くても8度とかそれぐらいなのかな、ぐらいで推移してる感じでして、で最低気温もね、22度とか、20度をね下回るとかなり寒く感じるんですけど、まあまあちょうど過ごしやすいなと、エアコンもつけよっかな、つけなくても大丈夫かなみたいな日がですね、非常に多くて、私の大好きな季節が今来てるなと私も夏がね苦手なんですよ。もう暑いのが苦手なんですよね。で冬は、まあ、苦手じゃないんですけど、まあ、北国の出身なので苦手ではないけど、雪はなければなきないに越したことないなと思っていますなので春と秋、雪もなくて、過ごしやすい、そういう時期がですね、非常に体が喜んでおりますけど、今の時期は大好きですね。はい、皆様はどんな風にお過ごしでしょうか。メッセージもですね、募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com、 すべて小文字です。797@fmginowan.com。 こちらの番組はですね、YouTube でも配信しております。はい、FM ギノワンの YouTube チャンネル、もしくはですね、今動画でもし YouTube でご覧いただいている皆様はですね、この画面上に QR コードがございます。 QR コードの中にまたつながるラジオの専用の YouTube チャンネルがございますので、そちらからですね入っていただきましたら、先週の放送とか、過去4月からですね、こちらの番組放送してるんですけども、過去のアーカイブ、一度に見ることができますのでですね、ちょっとよろしければご覧いただければなというふうに思います。またオンタイムはですね、アプリリスラジか、マイチューナーラジオのダウンロードをしていただきましたら、いつでも楽しむことができますということですので、ぜひですねそちらもご利用になっていただければなというふうに思います。はい、それではですね、今日も始めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。はい、お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、私の会社員の時の話をちょっとしたいなというふうに思います。私はですね、新卒でユニクロ
に入社をして、まあ、長いことユニクロで店長をやったりとかですね、まあ、いろんなことを知ってたんですけど、実はそのユニクロの人生の中でですね、GU、皆さんもご存知でいらっしゃるかもしれませんけど、GU っていうブランドはですね、ユニクロと同じ会社が経営してるんです。なので、まあ、兄弟ブランドみたいな、姉妹ブランドみたいな感じになってるんですけど、その GU がですね、一番最初に立ち上がった時のお話を今日していきたいなと、いうふうに思います。あんまりですね、ちょっとこういう話をしたことがないかなと思うんですけど、こういう、なんですかね、こうラジオとか、あんまりしたことがないんで、って思ってるんですけど、記憶ではですね、実は GU の事業の立ち上げ、2006年に実は GU っていうブランド立ち上がっているんですけど、意外と歴史があるブランドになりましたあまりね、皆さんご存知ないかもしれませんが、2006年の、9月からかな、立ち上がったブランドになります。で、私は創業時のメンバーでして、最初のもう本当に初期の GU 時代をですね、知っている数少ない人間に、なっておりまして、その時は、ですね、関東地方を中心にかな、主に関東地方、全部関東地方でしたね。なんで、埼玉、千葉、神奈川、東京、茨城もか、あと群馬も出ましてかな。だからやっぱ本当関東地方ですね。関東地方に25店舗、出店したんですよ。2006年の9月から12月までの3ヶ月間で25店舗出店したっていう時の、私はそのお店の中の一つの店舗の店長を、新規店舗オープンの店長を立ち上げさせてもらったんですけども、なので当時の会社の組織って言ってもですね、フルメンバーで本部の人間合わせても多分50人いないかなぐらいな感じなんで、こういう初期の話を知ってるのってね、探しても50人ぐらいしかいませんっていう感じなんでね結構貴重っちゃ貴重なんですけど、はい、当時の社長もね、今の社長さんではなかったので、今の現社長猪木さんって方が社長なんですが、当時はまだ猪木さんはいらっしゃらなかったのでですね、今日はそんな本当の初期の GU ってどんなだったのっていう、まあ、立ち上げの苦労話じゃないですけどね、そんな話をしていきたいなというふうに思います。で、皆さん GU って聞くと、まあ、どんなイメージをお持ちですかね。結構若者向けだなとか、若い女性に人気だなとか、あとトレンド流行りに乗っている服が多いよなとか、でも男性も結構買いに行くよなとか、なんかいろんなイメージがあるかなと思うんですけど、当時はまだですね、ファストファッションっていう言葉があんまり浸透していないというか、世の中に、ないわけじゃないけど、やっぱ言葉としてはほとんど歩いていなかった状態だったんですよね。で、GU は今でこそなんかそういう最新の流行を追いかける、流行りのものを追いかけられる、お店になりましたけれども、初期の初期、私が最初に立ち上げた頃のはですね、そういうコンセプトじゃ実はなかったんです。ファッションを追いかけていくとか、ファッション流行を追いかけていくっていうコンセプトじゃ実はなくて、じゃあどういうコンセプトだったかというとですね、まあ、ユニクロからのやっぱ兄弟姉妹ブランドなので、お兄ちゃんのユニクロお姉ちゃんのユニクロをやっぱり、見ていてですね、ユニクロよりも安い、息写しのようなものを作ろうみたいな感じだったんですよ。まあ、なんか作ろうとしてたわけじゃないんですけど、いろいろ模索している中で、結局ユニクロ出身者でほとんどGU もね立ち上げましたから、やっぱり見てきてるものが出てしまうっていうかですね、もうそれは商品作りもそうだし、売り場の作り方もそうだし、接客の教育の仕方とか、
あとは店舗の運営の仕方とか、まあ、当然いいところはね、継承しつつも、何かこう色の違いをね、せっかく新しいブランドを立ち上げたわけなので、ユニクロと GU の色の違いっていうのをはっきりさせなきゃなっていうのは当時からあったんですよね。うん、で、まあ、その色の違いのはっきりさせ方っていうのが、まあ、結果的になんかこうユニクロの安い版になっちゃったっていう、まあ、結果論がになっちゃうんですけどね、これって、そういうコンセプトになってしまった本当はもっとなんか冒険をしたかったんだけど、うん、ユニクロ出身者で来ちゃうとやっぱりその枠からなかなか踏み出せないっていうかですね枠出ていくのにすごく勇気がいるみたいな感じなので、なんで商品としてはユニクロよりも質が良くないあんま言い方良くないですけどね、ユニクロに質は良くなくて安いみたいなでユニクロはいい素材を使って、なかなかなお安い値段で手に入る。で GU はそれよりも、まあ、一般大衆的な素材を使ってさらに安いっていう、そんなイメージのブランドで立ち上がりました。うん、なんですよね。なので結構そのファストファッションというか流行トレンドに追いかけるような商品作りとか今のコンセプトになったのっていうのはもっと後なんですよ。うん、2006年当初はですね、全然そんなことちらついてなかったんですよね。なんですよね。なんで今と全然形と違うというか、色合いが違うお店でしたね。うん、で、当時はだからそういった、まあ、とにかく立ち上がったばっかりのお店、ブランドなんでね、出店できる場所っていうのも、そんな高リッチな場所じゃないんですよね。うん、でもう今はなくなってしまったのかな、うん、当時はまだたくさんお店があったんですけど、ダイエーです。ダイエーね、どこの町にも必ずダイエーあったと思うんですけど、今ほとんど見なくなりましたよね。でそのダイエーの店舗がまだ結構当時は残っていて、そのテナント貸しでですね、安く入れたんです、ダイエーの店舗に。うん、ダイエーさんも結構その時はなかなか借り手がなくて困っていってらっしゃったんだと思うんですけど、うん、なのでダイエーの中に結構家賃早く安くですね入ることができたんですよね。うん、なんで最初の25店舗のうち半分以上はもうダイエーの中に入ってましたね。うん、結構だからほとんどダイエーなんとか店みたいな、そういう名前だから1号店がですね、もう今はもうなくなっちゃいましたけども、千葉県の市川市にある、まあ、東京メトロの東西線で行くとですね、南行徳っていう駅があるんですけど、ディズニーランドよりももうちょっと向こうですね、うん、市川っていう浦安の次なんですけどね、市川の南行徳っていうお店で、が1号店、ダイエーの中ですね、ダイエー南行徳店の中に1号店ができてますので、うん、出店場所はねほぼダイエーだから、今みたいになんか銀座のか一等地とか、あとついね先日たまたまニュースで拝見しましたけども、世界進出、ニューヨークにもお店を出していくぞっていうことでね、GU の今の社長の柚木さんが、テレビニュースに出てらっしゃって出てたんですけど、うん、海外展開もね、今どこかの国はやってたんですけど、韓国とかやってたんだけど撤退しちゃったんですよね。だからまあリトライみたいな感じで、ニューヨークに出すという発表もされてたんですけど、そんなとんでもない時代ですもう本当にとんでもないっていう。でなのでそういうビルの中っていうかですね、そういうモールの中に入ってたのは ほぼ大英で、そういうロードサイド、路面店ですよね、そういう道路端に出てるお店も GU 何店舗かあったんですけど、それはもともとユニクロだったお店がユニクロを、そこから別な場所にもっと立地がいいところに移転をして、うん、でリニューアルオープンをすると。でだからもともとユニクロになってやってた店舗を居抜きで GU が入るみたいなそういう感じです。なので、お下がりをもらってたみたいな感じですよね。うん。で、もともとユニクロだった店舗を GU の店舗にこう、模様替えをして、で、営業するっていうのが、まあ、半分もなかったと思いますけど、
そういう出店形態だったので、とにかくコストをかけない出店形態を取ってたということでしたね。で、やっぱ何よりも苦労したことというのが、知名度がないっていうことなんですよ。で、これは、やっぱり外に出てきて、やっぱユニクロっていうね、やっぱ当時でも、まあまあ大きい会社でしたから、その大きな会社に、中にいるとやっぱ気づかなくて、私も初めてね、そういう、まあ、グループ内企業にはなりますけど、ユニクロじゃない企業に、まあ、行ったわけなんですよ。そうした時に気づかされたことで、ああ、やっぱりユニクロって知名度すごいあるし、やっぱ信頼感っていうのが、お客様からの信頼感っていうのが、すごくあるんだなっていうのを実感したし、あと環境、働く環境っていうのも、やっぱそうは言っても整っていたんだなということが、よくよくわかりましたと。まあなんで、なんですかね、すごく大手企業から一気にもう、ベンチャー企業に入ったような状態だったわけなんで、なんか自分のこうちっぽけさというか、あ、会社の力でやれてたことってたくさんあるんだなっていうふうにですね、気づかされたのもやっぱあったなというふうに思いますね。なんで知名度がないだけにですね、やっぱ困ることがたくさん出てくるんですよ。で、例えばですよ、求人活動、やっぱお店やるにはね、一人じゃ何もできないわけですから、スタッフの皆さんをですね、募集をして、アルバイトさんとかね、雇って一緒に働いてもらうっていうことがやっぱ必要なんですけど、そういった求人活動ですよね、人を集めていくっていうのがですね、まあ集まらないもう全然集まらないですね。で、やっぱ GU っていう新規事業っていうか、新規アパレルブランドのオープンスタッフを募集してますみたいな、そんな感じでね、いろんな求人誌、まあ、タウンワークとかね、ああいうのに出してたんですけど、やっぱ得体の知れない、ね、洋服屋で、当時はなんか多分ちょっとはっきり分かんないんですけど、ユニクロっていう言葉を表立って使っちゃいけないみたいなのが確かあったんですよ。だからユニクロのブラン姉妹ブランドですとか兄弟ブランドですっていうことをあんまり強くね、文字面で言っちゃいけないみたいなのが確かあって、なんで口では言えたんですよ。口では言えるんですけど、だから面接で求人募集でも面接の時には実はユニクロの姉妹ブランドなんですよみたいなことを言うことができたんですけど、そういう掲載文面には載せられなかったんですよね、確か。だから言えないから、志望されてる方も面接受けに来られる方も知らないって来るんですよ。ユニクロの兄弟ブランドだって知らないで来るので、あ、そうなんですかみたいな、え、知らなかったですみたいなことがめちゃくちゃありましたね当然です、言ってないからってことなんですけど。で、僕はですね、2006年の12月の9日にオープンをさせたんですけど、その GU のですね、店を、で、求人活動自体はですね、何月からやったかというと9月からやってましたねなんでほぼ9、10、11、12が、まあ、ほぼ4ヶ月ぐらいやってるって感じですかね。まあ、正味ね、育成もあるんで3ヶ月ぐらいはでもやってた感じですね。33人ぐらい確か雇わせてもらったと思うんですけど、すごい苦戦しましたね。今の時代以上に全然求人難ではない時代だったので、それアルバイトさんに関してはですよ、結構募集したら来るっていう時代だったんですけど、それでも苦労しましたとね、まあ、結構人を集めて、こう仲間を集めていくっていうことにやっぱ苦労した。で、その点ユニクロっていうところは、当時はやっぱすごく集まってましたからね。やっぱネームバリューって大事なんだなっていうふうに感じましたよね。あとそういったところでね、言うと、そのお店をオープンさせるためにはね、やっぱ銀行の口座がやっぱ必要で、売上金を入金したりとか、
あと小口現金の管理をしたりとかっていうね、そういうお金の周りを管理するために銀行口座って必要じゃないですか。うん、で、その当然法人名義でね、口座開設を、最寄りの銀行さんでね、開設をしていくっていうことになるんですけど、その銀行口座のね、開設っていうのもね、全然すんなりいかなくて、僕は某その大手銀行さんの最寄りのお店のね、最寄りのところに行ってですね、法人口座の開設をしたいっていうことで行ったら、少々お待ちくださいっていうふうに言われてですね、その窓口の多分その担当の課長さんがおいでになられたんですよ。うん、でそこではっきり言われたのが、ちょっとすいませんけど口座開設できないですと。うん、ちょっと御社がどういう会社かっていう素性がよくわからないので、こちらとしてはちょっとね、口座を開設することができませんっていうふうにはっきり言われました。うん、僕は一般市民としてね、その個人で口座を作ったことは何度もあったので、その口座を開設するっていうことに断られるっていう選択肢があるっていうのをまず知らなかったんですよね。まあ個人と法人口座だから、まあその審査の仕方ももちろん違うんでしょうけど、当時はそういうのもね、まだ24、5歳だったので僕も、わからなくて、銀行口座の開設を断られることがあるんだというのに、ね、すごくびっくりした記憶があります。うん、で、なんかとにかく銀行さんを怒らせちゃいけないっていう、なんかそういう頭がちょっとあってですね、当時、まがいなりにもあって、ね、そこでお付き合いできなくなっちゃうと、売上金の入金ができないってことになっちゃうんで、うん、だから銀行さんとうまくやらなきゃいけないっていうふうな頭があって、もうとりあえずその日は身を引こうと思って、分かりましたって言って、で、身を引いたんですよね。で、そこで本部の、まあ、財務の担当の方にお話をしたら、実はそういうケースが多発していると、まあ、25店舗ね、お店を開けるわけなので、その25店舗中の、ね、やっぱ何店舗かが同じ目に遭っている、同じ目に遭っているというか、同じケースにはまっていると、うん、いうことだったらしく、で、登記簿、会社の法人登記ですよね、登本を持っていけば、解説できるケースが、解決できたというケースがあるから、ちょっと登記簿を用意しますと。うん、で、そこの登記簿の中には、まあ、当時のね、その GU の社長の名前はもちろん、役員の名前が入っているわけなんですけど、その登記の中に、ね、柳井さんの名前が入ってたんですよ。うん、だから役員、取締役で柳井正さんが入ってらっしゃったんで、その柳井正さんの名前を見せれば、きっと、信用してくれるだろう作戦と。もう完全になんですかね。もう本当にネームバリュー頼みなんですけどね。これも。で、ちょっと数日後ですよね。またトライし、お電話を一本入れてですね。ちょっと会社の登記を用意したので、もう一度ちょっとお会いしたいと。うん、で、登記の中に一応ユニクロのね、会長をやってる柳井がおりますということを、ちょっと証明させていただきたいのでということで、お時間を取っていただいてですね、銀行のご担当の方にですね、うん、で、ようやく信用してもらえて、銀行口座の開設ができたと。だからそれもだからすんなり全然いかなくて、多分1週間じゃ全然済まなくて、やっぱり足掛け2週間ぐらいでようやく開設したんじゃなかったかなっていう記憶がありますね。なんかね、そういうやっぱ苦労がやっぱあってですね、なんか今で考えるとね、まあ、笑い話で、にはなるんですけど、まあ、当時はね、やっぱり必死でしたね。でもすごくこう、なんとかして GU っていうブランドをやっぱ知ってもらって、世の中に広めていかなきゃいけないっていう、なんか強い思いがあって、当時のやっぱ25人の店長の結束力とか、あとは本部のメンバーを合わせたそういう会社の結束力ってすごく強かったです。すごく強かった。だから、なんか雇われ店長ではあるんですけど、なんとかしてこのブランドを、お客様に、認めてもらえるブランドに
なんとかしていこうっていう風な気持ちで、なんかね、決起会とかもね、よくやってたんですよね。で、なんか夢を語るじゃないですけど、こういう風になったらいいよねとか、ユニクロのこういうちょっとね、まだ、至ってないところを GU ではこういう風に解決できたらいいよね、みたいな、なんかね、そういう夢を語る場になってたのがね、2006年の GU 立ち上げ時でした。はい。ねえ、なんか、今こう話してもね、結構、あ、懐かしいなっていうふうに、やっぱ思いますかね。自分でも思いました。なんか熱いものがね、自分の中にもこう、あ、懐かしいなと思いながらも、なんか忘れかけた何かが、あーっていうふうに今思いましたね。やっぱそういう経験ってね、やっぱこうさせてもらえたことにすごく感謝だし、当時24、5歳のね、まあ若造ですよ。で、店長歴、ユニクロで店長歴1年半ぐらいだったんで、で、GU の中だと一番若い若造だったんですよ。私一番若かったんですよ。だからまあ、その、鼻垂れ小僧にですね、よくぞ、そういう新規事業をね、やろうと、まあ、社内公募という形で私やりたいですっていうことで私が応募して、面接を受けてます。公募に受かって移動したんですけど、まあ、よく会社としても任せてくれたなというのはですね、思いますし、今こうやってね、GU が、あらゆる人に知られて、あらゆる人にこう来ていただけるブランドになったっていうことはですね、まあ、会社を離れた今でもやっぱりすごく嬉しいことだなと、そんな風に思っております。はい、ということでですね、今日は、GU ブランド立ち上げ時の裏話みたいなことをですね、話してまいりましたが、いかがでしたでしょうか。はい、毎週日曜日5時半からですね、つながるラジオをお届けしております。よろしければですね、過去のアーカイブなんかもご覧いただいたりとかすると喜びますのでですね、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは、今日はこの辺でお別れさせていただきます。ありがとうございました。ではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたします。